はい、こんにちは。勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら。イタシャロボ変形後です。なんで変形後をご紹介しているかというと、本当変形前から変形する段階を取りたかったんですけど、もうめちゃくちゃ難しくて、もう見ていただけると分かるんですけども、説明書図解付きなんですけども、図解付きでも本当に難しくて。これが何ページも読んでるんですよ。これが本当に難しいですし、しかも超合金で重たいですし、なかなか壊しかねないということで、動画を撮りながらは僕は不可能と判断しました。 でもちゃっかり中に以前紹介した SH フィギュアーツのシーズン2のやつらがみんな載ってますね。なんとなく載ってるだけです。いやでもかっこいいですね、本当に。イタシャーロボ最強ですもんね。重量半端ないですね。もう本当はこの台座も組み立てる予定ではなかったんですけど、組み立てないと本当に壊れる恐れがあるので、ここでね、支柱で支えないと本当に危ないので、はい、ということで、こんな感じです。すごいんです。これ戻せるかなって感じですね。しかも強いて言うなら本当に。はい、ということで、イタシャロボこんな感じです。はい、すいません、こんな雑な感じになってしまって。ということで、チャンネル登録、評価の方もお願いします。ではまた明日。